全部晒したろ。山田孝之のバースデーを綾野剛が主催したいってなって、で孝之ってバースデーとか嫌いで、もうそんなんしなくていいっていうタイプの人間なんですよ。普通に飯行ってみんなでいつも仲いいメンバーで遊びましょうみたいな感じだったけども、剛はそういうことしたい人なんですよ。俺がこれ主催したんだよって言いたい人なんですよ。でそれによって集まってくるタレントの数、俳優の数で自分の人気パロメーターを測るっていうちょっと変わった性格なんで、集合写真を撮ったら変えるっていう癖があるんですよ。写真を撮りたいだけなんですよね。みんな来てるって証に僕がこのメンツ集めましたよってことを言いたいだけなんですよ。で高井貴も言ってましたし、僕もそう思ってましたずっと。でまあ GO のバースデーも大体毎年あります。その時もそうそうたるメンツが集まりますけど、最後に集合写真撮ったりしますね、みんなで。このバースデー写真ってやっぱりみんなね撮りたがるんですよ、不思議と。でも撮りたがらない人もいますよ。別に高い人も撮りたいって言わないし。でジャニーズは基本的に乗りたがらないです。なんか出たらダメらしい。でもまあそれでも絶対身内だけで持っとこうという写真にはみんな乗ってきます。でそういういろんなバースデーの写真もインスタやツイッターでも上げていくんで、また見てください。お願いします。